シザネイコーゼ、よしきでございます。はじめまして、マカランです。よろしくお願いします。ビジョンの前ではやりたくないし、先週からもう口説きに入ってます。あ、口説いてるんだ。口説きらん。口説きらんです、今日は。なんでおじゃないんだよ。なんで今日マカランが横にいるかと言いますと、7月27日 MDC、我々出場します。ごめん、マカランって誰ですよね。ですよね。マカランです。誰、説明してよ。元資生堂ランニングクラブで4年前まで走ってました。ガチガチのアスリートだ。その時にクイーンズ駅伝で7位入賞、うん、すげえ。で今もシミュランナーとして、まあ、実業団と同じぐらいで走っています。すごい。で YouTube もやってると。美女でめっちゃ速くて面白いっていう YouTube がある。面白いんだ。でもよしきさんよりもフルマラソンは得意なので。2時間40分です。それって どうなの、その気持ちって。よしきさんはやっぱり女性に負けるっていう元大学最強ランナーが、ね、ムラムラする。What do you mean?だから勝てないんだろうな。話戻るんですけど、 MDC に我々出場します。何人に出場するかっていうと、エリミネーションマイル、ここがガチガチに戦う。負けません。いや俺も負けません。負けませんエリミネーションマイルって何なの。1600m の距離を競うんですけれども、ただタイムを競うんじゃなくて、例えば5人出てますってなったら、トラックに4周あると思うんだけど、1周ごとにビリが脱落してくる。なるほど。僕、マカラン、ランニングインフルエンサーの有名な方々が出るんですけど、このメンバーで争うという、我々出るんですけれども、やるなら本気でやりたいということで、最終調整というか最終練習を一緒にしようじゃないか。ライバルや。はい。さっきフルマラソン私の方が速いですって言ったけど、ぶっちゃけね、実際にフルマラソン勝負したらめっちゃ俺らいい勝負する。もしくは、いや俺勝てんじゃないかなってまだ思ってるわけ。負けません、絶対負けません。マカランさんは自己ベストいくつなんですか。フルマラソン2時間40分です。うわー、全然速いじゃん。別は優勝しました。すげー、すごい。優勝経験もあり、まあ、それすごいな、実力者だね。このマカランにとりあえずエリミネーション前では勝たないとなと思って。そうだね。しかもトラックはお前のな得意分野じゃないけどさ、負けてられないよ、ここで女の子には。一緒に練習やる中で本当に強いんですよ彼女。まあ、そこに僕もちょっと設定は変えますけども、そこに食らいつく絵を、まあ、今日はちょっとみんなに見ていただこうかなっていう。なるほど。もうガチ練習。ガチ練習だね、うん、はい、本当に緊張感持ってやります。なるほど。内容が 400m を6本、これが68秒から70秒設定で、つなぎは200ウォーク。もう68秒から70秒って女子がやるの相当速いからね。すごいね。凄さはやっぱヨシキの練習見てるからその速さは分かるよ。多分涼しい顔で6本やると思います。まあ、僕はそれに引っ張ってあげたいんですけども、僕もあの一緒になってやるんですけど、僕は最初の200を遅く入って、最初の200が38秒ぐらいで遅く入って、差が開いたマカランに最後グッと追いつくっていう変化層みたいな反復練習をちょっと今日はやろうかなと思って。本番に向けた実践練みたいな感じですね、うんうん、なるほど。いやー、いい T シャツ着てますね。いい T シャツ着てますね。いい T シャツ着てますね。いいこれでアップしました今日。なるほどね。マカランさんとか学生の時ももちろん陸上やってたんでしょ。やってました。どうですか、ニシはどうですか。ニシは使っていいブランドですね。買ったことやな。本当。バトンのイメージ。バトンのイメージか。マイルとかも走ってたの。マイル1回だけ出たこと。戦後も早ければ400ぐらい早いよな。800は中学の時。全中8番です。それはすごいわ。中学が2分14。早っ。早くない。高校が2分10。うわ、11です。2分11。日本選手権までやらかった。すごいすごく。いや、西の話終わすなよ。どうですか着心地。まあ、あの前の撮影でも着てましたけど、やっぱ生地がいい。生地がいいか。で夏めっちゃ汗かくから通気性とかそういうのは気になるんですけども、西はそれが気にならない、うんうん、ビタビタ書いてますよ。いや、そう、いや、ビタビタ書くんだ。腹筋の形がもう見えるぐらい。汗かいた時に不快に感じる T シャツとかやっぱいろいろある。その中で西は安定してなんかこういうアップとかそういうので使える。なるほど、ね、だから俺はやっぱり着る。じゃあ、ありがとうございます、うん、はい、ということですいません長引いちゃいましたけども、はい、じゃあお二人406本頑張ってください。はい、すいません、ちょっと1個だけ謝らせてもらいたいことがあるんで、視聴者の皆様にも合わせて、まあ、僕の準備不足で、カメラを充電し忘れました。
ごめんって。で、それはどうするの？まあ、追ったりかな。いろいろ。あ、じゃあ、カメラで。iPhone15 のアクションモードで全然。それでいける？全部は取り切れないけど、それは罰だな、俺の。準備不足の罰だな。じゃあ、頑張って。はい。400メートル、行きましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。一番チャンネルでは見ないスパイクかな。ブーマでーす。どうすか？このスパイクは。なんか結構プレートが硬いんで800とか1500ぐらいまで長いのは少しまだ私の筋力ではもう。なるほどなるほど。まあもらえるから入っとくかみたいな。あ、やめろ。 C じゃなくて。ユウスケは何出してんの？俺はメタバリ。シューズで十分。シューズで十分。俺なんなら本当危ない。でも武田さんのシューズレビューめっちゃわかりやすい。あ、本当に？ありがとう。ユースケさんちょっとわかります。なんだろう、ストーク入ってる。あ、ほんと？激活。ほいじゃ、いってらっしゃい。はい、頑張ります。頑張ろう。最初ゆっくり入るらしい、ユースケが。うん。で、後からビルドアップしていく。MDC の本番に向けて、その変化ある走りをしていくみたいな感じらしいんだけど。後方から、ユースケが。来た涼しくやるのやなんなん。ザラッサンバ、ファイト4本目ファイト、ファイト。ビルドビルド。ラスト1本頑張れ。ファイト。
さあホームストレートまで帰ってくるの待ちます。さあラストファイト。ナイスラン。二人同時に同じ格好になってます。お疲れ。お疲れ。ありがとう。きつい、まあ、ビルドだからな、うん、イーブンよりきついだろうな。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございます。やっぱいい練習でした。ありがとうございます。あ、なんかいつもは7本とか8本で72とかでやってるんです。でも今日は暑いのに70から70ギリでいけたと思う。でも70切ったよね。ゼロぐらい、うん、ちょっと動きは悪いかなって感じ。土曜日に行けてはいい練習でやりました。そうだね、うん、土曜日マジで負けたくねえ。そうだな。しかも女子は1周目がなくて2周目から入るっていうハンデもあるから。そうなんだ。1200ってこと？そうです。私は女子は。だからもしよしきさんが1周目で抜けたら、うん、対決はなし。確かに。わけわかんないけど。俺が1周目からビリだったら、そうそうそう。対決できないまま終わるんだ。そうする可能性もまあ、ありますよね。もしかして。そう考えるとマジで緊張する。いや、本当今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんよかったらチャンネル登録、インスタフォローお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。